こんばんは。今日はね、東京地方非常にいい天気でしたね。本当でしたね。全国的にも爽やかな一日だったようですね。そして劇団版は爽やかといえば駒田さん、よろしくお願いします。すごい爽やかな駒田さん、はい、この時期やっぱりプロ野球デーゲームが多いんですけど、はい、青空の人だと気分も違うんですか？うん、この笑いが落ちていますけれどもね。やってる選手はちょっと大変なんですけどね、ナイターからデーゲーム。でもほら、やっぱりみんなが喜んでくれたらね、はい、そうですね。じゃあそのプロ野球に早速参りたいと思います。まずはセリーグです。昨日8回に1個9得点で逆転勝ちした阪神ですけれども、今日もミラクルなるか、ヤクルト戦と合わせてご覧ください。さあ中日が2連敗ですね。巨人が気になります。横浜巨人戦の激生実況です。いやでもジャイアンツの打線勢いがついたら止まりませんね。ですね、怖いですね。でもね、僕がね、もし、はい、さあ続いてパリーグに参ります。昨日今シーズン最多15安打で快勝したダイエーですが、今日はどうだったんでしょうか。パリーグ3試合ご覧ください。いやールーキー長田ね、はい、本当にあの西武に本当にいい形でね。メジャー100勝右腕野茂が、その松井選手なんですが、以前番組でもお伝えしたあのご家族との再会を果たしています。ご覧ください。高校生に戻ったみたいな、すごくリラックスしてましたよね。そうですね、あのなんか肉親、ね、まあ、松井らしいですよね、はい、もう本当に、はい、いろんな人に支えられている松井選手ということですね、はい、さあ続いてはこちらです。突然ですがスポーツ万能の駒田さん、はい、水泳は得意ですか？得意ですよ。僕は小学校の時奈良でね、2位だったんです。奈良のイルカって生まれてました。本当ですか？本当ですよ。種目は平泳ぎもできたし、まあ、平泳ぎは得意だったんです。あ、今日その平泳ぎで北島康介選手が世界記録に挑みました。ゴルフの情報と合わせてご覧ください。まあ、男子ゴルフなんですけどね、はい、まあ、3人のプレーオフということで、はい、全員の気持ちがぶつかってね、うん、3年ぶりに宮瀬選手優勝です。本当におめでとうございます、はい、水泳はね、はい、水泳はいやいや僕もね残念ですね今日ね。残念ですね。明日なんですけれども、西武の先発予定だった松坂投手なんですが、腹痛で回避するそうです。ベイスターズ山下監督へペナントレースはこれから。